通知から電話だ。もしもし、お前の息子を預かった。返してほしければ1000万用意しろ。警察に行ったら命はないと思え。用意できなかったらお前の命も狙うって。ちょっとあんた何無茶なこと言ってんだよ。もしもし、くそ、何これ怖い、最悪だ、とんでもない間違い電話が来たぜ。俺一人暮らしのフリーターなのに。やだ怖い、何これ、怖い。俺には関係ないこと、関係ないこと、ナルトの続きを読もう。ダメだ、今読んだら全然気になって内容入ってこない。どうしよう、警察に電話だよ。もしもし、警察の方ですか。あの、誘拐されてるんです。誰かがどこかで、わかんないっす、わかんないっす、わかんないっす、すいません、一旦蹴ります。危ねえ、俺が疑われるところだったぜ。やばい、無念すぎる。自信満々な犯人も、泣いてる子供も無念すぎる。非通知からもう一回電話だ。もしもし、ああ犯人さん、あのすいません、お金はまだ用意できてません。てか早くないですか、焦りすぎてないですか。電話番号間違えてませんか。ですよね、よかった。もう俺一人暮らしのフリーターですもん。ですよね、よかった。その電話番号、頭3桁080じゃなくて俺090です。はい、よかった。もうなんで俺も怖かったんですよ、もう。はい、すえ、なんで俺のこと殺すんすか。俺関係ないじゃないですか、正体なんて知らないっすって。子供がどうなってもいいのかって、いや、いいはずはないじゃないですか。じゃあどうすれば許してくれんすか。俺が相手の親に、なんだって、まず俺万引きもしたことねえのに、かわいそうだよ。もしもし、くそ、子供と自分の命助けるためだぜ。誘拐犯になってやろう。頭3桁090な。もしもし、お前の息子を預かった。返してほしければ1000万用意しろ。1000万無理、じゃあいくらならいけんの。500万、じゃ500万で頼んでみるから。誘拐は本当、息子は今いない。息子の声聞かせろ。今聞かせます。パパ、助けて、1000万早く用意した方がいいよ。わかったか、クソ切れてる。もしもし、警察の方ですか。犯人、電話番号から住所割り出した。それ俺の電話番号じゃん。